いやー、いや、ハッチ全然ついてきれないよ。いや、でもね、あのー、それでもいいって思ってくれてるってことよ。今、俺らが見ても、ハチムラ、今、ジョーダンプールに抜かれるし、クレイにも抜かれるし、で、今、ディビチェンゾにもカッティングされてるしで、 やっぱりついていけな,ないシーンが今日の試合も多いんだけど、でもそれはゲーム3で改めて分かってたはずだからね。ゲーム3でもめちゃめちゃやられてたし、それでもこの時間帯、うん、AD、レブロン2と並べて八村使ってるってことは、 まで、要はそういうことよね。そこでやられてももういいっていう。AD が何とかしてくれるし、今の八村だったらそれでもお釣りが来るって、ハムは思って使ってくれてるんだと思いますね。いやー、これゲーム5でもウォリアーズ何に手つけるんだろうね。まあでも後半あのオフボールの劇増えたのはあれはわざとだよな。あの前半で俺らも今日のシ合アもずっとオンボールやるぜって相手に思わすと言ってからの要所要所でオフボールの動き。でも結局サブでしかないから、やっぱ メインで、戻すとしたら今日の試合じゃないかなって思ったけど、まあ、ちょっと戻したぐらいだったから、まあでも次本格的に戻してくるんかな。まあでもディアンジェロを抑えるっていうのはゲイリー・ペイトンの対策で、まあうまくハマったはハマったから、まあ、そこはきっとゲーム5も継続してくるんだろうね。で、それがもう分かってる状態でゲーム5戦えるから、ハムはだからレイブロンとか八ナのポストプレイを増やす絶好の機会 次。タイミングとしてはここかなっていう気はするけど。こっからららウォリリアーズがが連勝するとしたらどんなシナリオが考えられま、すか、まあ、まず、今日の試合はレイカーズが、もう、あのー、限界突破して、あの、勝った試合だと思うんだよね。だロックリーが、あのー、ガイ先生からの、あのー、約束を破って、あの、8問投稿して、なんだっけ、8問なんちゃらして、限界突破して、試合に勝ったみたいな感じに俺は見える。だから からゲーム5は、まあ、一旦ウォリアーズが勝つんかなっていう。でこれ3勝2敗で。でゲーム6で。でまあ嫌なパターンだとしたらハムがすげえ根性論を持ってる人だとしたら。 限界突破今日して勝ったのにもかかわらずゲーム5もちょっと欲書いてお前ら昨日のこの間もできたんだから今日も限界突破するぞっつってレブロンめっちゃ使ってみたいなでこうなんかレイカーズも、まあ、レイカーズもってかあの戦術っていう目,で目線でもこう、まあ、手札めっちゃ使っちゃって欲を書いてゲーム5負けるって いいう展開が一番やばいかもしれないでそれで負けた日にはもうゲーム6ももしかしたらそのままウォリアーズが行くんかなって。で、3対3になったらもう分からんでしょ。もう知らんわ。<laughs> 3対3になったらもうどっちの方が金玉でかいかの勝負ですよ。金玉ちっちゃい方が負ける、負けるっていう、ただそれだけだと思いますね。ゲイリーペイと2世はとりあえずゲーム5でもスタメンでいいのかなっていう。今日別に悪いところそんななかったし、まあ、体調不良っていうのを聞いて、 それがどうなのかな？っていう気はするけどで。まあレイカーズはそれが分かってるからもう、もだからそうなる時の工夫を。 まあ、持ってきはするんだろうけど、まあ、その工夫が何なのかっていうね。でえっ、ー、ともし後半の工夫と同じことやるんであればあの AD がゲイリー・ペイトン前半ついてたんだけど後半から AD がゲイリー・ペイトンじゃなくて、えー、ウィギンズにつくっていう戦法をし始めたよね。でそうするとウィギンズがロールマンにならなくちゃいけなくて本来スリーポイントっていう弱点を隠したいからスクリーナーにしたいんだけどゲイリー・ペイトンがスクリーナーになれず。 ななななんかそその辺ううろろちょろしなくちょしくくゃいけなくなってでそうすればレイカーズ守りやすいいよねっていうレイカーズは今日そんな風に本来次の試合でやってもいいような対策をもう3ピリからもうハムはぶ,っつ,けぶつけてきて、まあ、うまく流れに乗ったっていうのもあるからそれを前半からやってくるかもしれないですねゲイリー・ペイトンがもうスタメンで出てくるっていうのがある程度予想できてるんだったら、まあ、今日の試合は AD がゲイリー・ペイトン前半はついたけどもうしょっぱなからウィギンズついて ゲリーーペイトンをノシューター扱いいするみたいなっていうのを今度はスティーブ・カーもうそこもって先読んで考えてこういうことをされるかもしれないからもしやられた時のためにこういうことをやりましょうねっていう対策も多分あのレベルだと全然余裕で考えてると思いますねっていう本当にもう完全にチェスゲームだと思います。 いや、面白いですね。だから。あ、ごめん。スパチャー見逃してた。どんなに頑張っても戦慄のハネさん、スパチャーありがとうございます。ハネさん、こんばんは。このシリーズのプールの調子を見ていて、今後プールをどうしていくでしょうかいや、あえてスタメンで使うっていうのも悪くないと思うけどね。ま、あでもゲイリーペイトのスタメンがうまくいっちゃったから、ま、あその手札を使いづらくなっちゃった感じはするけど、なんかね、俺、プールの悪いところって、めちゃめちゃスキルフルなんだけど、なんかね、自分用なんだよね、そのスキルが。自分用のスキルすぎて、なんかね、 チームオフェンスススにそのキキルルいいらんくねっていうスキルが多すぎる多分1対1のトーナメントとかあったらジョーダンプールめっちゃ強いんだけど別に5対5だったらなんかそんなスキル使ってきてもまあなんとかなるよねみたいなうんだから正直使いづらい部分はあるんだけどでもそういう選手ってやっぱな,なんだろうなもう言い方悪いけどこううまく 転がしてあげれば、なんか、いい感じに調子乗って、バマン,ンスリー決めたりもするんよね。ガッチガチに固めようとしちゃうと、ああいう選手って、そのしがらみからこう逃れようと、なんか、もう自らまた無理なことしてっていう空回りしちゃう悪循環になっちゃうんだけど、あえて、じゃあもう、分かったと。俺が折れるわ。お前そんなにやりたいんだと、ちょっと一回スタメンで使ってみるから、もう自由にやってくれぐらいの方が、冗談プールだけのことを考えると、多分うまくいきくがする。けど、冗談プールだけのことを考えて、 試合に勝てるのかって言われると、まあ、ちょっとスティーブカーはそこまでのこう、うん、そこまでギャンブルはできないっていうので、まあ、チームのためになるゲイリーペートンをスタメンにしたっていう感じだと思うけど、うん、でもやっぱそれをうまく使ってたのが昔のポポビッチでマヌジ,モジノビリっていう本当にもうなんか、ね、いやお前そんなノールックパスせんでもええやんっていうなんでそんなところでそんなスキル使うんっていう選手をむしろポポビッチは認めてあげてガチガチにこう 縛るんじゃなくて、むしろそのカゴの中からこう放り出して、よお前もう自由にやれ、言うて。ってやった結果、むしろチームが良くなったみたいなのもあるから、で、スティーブ・カーはそれをね、目の当たりにしてるし、まあそれも頭にあるんかなとは思うから、まあもしかしたら考えてるのかもしれんけど、ただまあゲイリー・ペイトンが今日スタメンで当たったから、まあちょっと余計やりづらくなったかなっていう気はしますね。スタメンプールをバス 抜擢して、フィールドゴールに9分の2、3は5分の1。これまでの使われ方が響いたって言って、敗退やね。ああ、そう、あのー、失敗するパターンね。<laughs> そうそう。ギャンブルに失敗するパターンで言うと、そうやって負けるっていうのも考えられるから、だから難しいよね、判断が。このプレイはお互いなんかもう、 行っ手先2手先を考えてるようなプレイで個人的にはスクリーン好きですね、まあ、まずドレイモンド・グリーンがスクリーナーになるとレブロン・ジェームズがついてるからスイッチディェンスされますとでドレイモンド・グリーンにショートロールさせませんでもそうなるとカリー VS レブロンだとカリーの方に部があるレブロンはついていけないからミスマッチの状態でも相手ゲイリー・ペイトン出てきてるから 抜かれても別に問題ないよとゲリペトをノンシューター扱いして AD がリムプロテクトできるから、まあ、だからレブロン1人でカリーは止められないけどレブロンが抜かれても AD がいるっていう安心感でカリー止めれるよねだからドレイモンドグリーンのスクリーンに対してはスイッチディアンしましょうっていう感じで攻めてきてるだからこれに対してカリーが1対1してもあんまり有効的ではないのでだからカリーはここで1対1を選択するんじゃなくて ゲイリーペイトンがスクリーンしに来てそのスクリーンを使うと。でそうすることによって、まあ、ボールマンに対する、えー、プレッシャーもレブロンだったら強度低いし簡単にスクリーン使えるようになるしでゲイリー・ペイトンがスクリーナーやることで、まあ、ゲイリー・ペイトンがスリ打つこともなくなるしで AD が外に釣り出されるから、まあ、それも。 リムプロテクトを AD にできないようにさせてるしっていう状態で、まあ、ウォリアーズがまた一手先読んでプレーをしてるとただそれに対してもレイカーズがスイッチディフェンスで対応をするっていうので、まあ、カリーがねこう仕方なく無理やり こう1対1しようとしてるけどカリーからすると AD にこの1対1止められるっていう展開が続いてしまうとちょっと厳しいよねでお互いもうやり合ってますねでということでその辺も見ながらスイッチに対しては2回目のスクリーンを使うでそれに対してはもう1回スイッチするっていう対応をレイカーズはしております 元気あるならラストのカリー VSAD とターンオーバー解説してほしいです。ラストのカリー VSAD 解説するとこあるあれはスイッチディフェンスして、うん。てかあのー、前半で一瞬だけ俺が解説した、解説したシーンが最後の最後で現れたって感じよね。あそこでレ、あのー、カリーが1対1勝てないと厳しくなるよねっていう。てか、予言予言当たってない <laughs> <laughs> 未来から来た俺もしかして。えまんま最後まんまそれで負けたね。そう、そういえば今改めて思ったら唯一実況を今日しながら解説したシーンがあれだったよね。一回レブロンを攻めるためにピック使うんだけど、でもレブロンはもう、全く躊躇なくスイッチディフェンスすると。でなんでスイッチディフェンスできるかっつったら、まあ AD がリムプロトキットできる状態だから、まあレブロンと AD でカリーを止めるみたいなことができるから、まあ、そんなにミスマッチ気にならないよね。 っていうで、ウォリアーズはそれを避けるために、もう一回、一回スクリーンしてレブロンをスイッチした後に、もう一回スイッチさせて、あスクリーン一歩させて、で、ピックアンドロイを攻めようとするんだけど、それに対しても、またレブロンと AD でスイッチするっていう、まあ、レイカーズはディフェンスをしてて。で、まあ、そうなるとさい、最後の最後は、えー、AD vs、えー、カリーの一対一になるから、で、ここでカリーがうまくいかないと、なかなか難しいよねでその <laughs>、あの、は、解説してる時はそんなに深く考えてなかった。 けど俺も、まあ、最後の最後で本当にそういう、うん、それで試合が決定した感じですね。